シデバラは、モンゴル帝国の、第9代カーン。名は、シッティバーラとも読まれ、漢文資料では、石徳八ツと記される。尊号は、ゲゲエンカーン。人相アユルバルワダの長男で、コンギラト部族出身のラトナシリを母を持つ。アユルバルワダが、先代のカーンである兄の武装会社の皇太子で、あった頃、 武装の子を皇太子に立てることを武装と約束していたが、次第四年に武装が休止すると政変が起こって、武装の時期の重臣は追放され、武装の二人の維持も遠隔地に追いやられた。さらに武装、人相兄弟の母のガギは、自身の実家であるコンギラト部族の者を母とする巫女を、時代のカーンに擁立して、自身の影響力を高めようと画策したため、 武装の長男であった周王虎ららを差し置いて、園遊三年十二月十九日に、シデバラが皇太子に作立された。このような経緯のために、シデバラは即位の以前から打ギを中心とする、コンギラと派の重臣たちに取り囲まれた状態にあった。園遊七年、父の神宗の宝御により十八歳で即位した。即位した時には、長年の放満によって、財政的には、 破綻寸前であり、年若い栄誉は、政治的にはほとんど祖母の交後代後を、ダギとその腹心であるテムデルらの区靴に過ぎなかった。孫が即位するとダギは、人相の晩年に遠ざけられていた、テムデルをすぐに、中小上昇に復帰させ、政治を人相の知性以上に労談した。いたりち2年、テムデルとダギが、相次いで没すると、20歳になっていた栄誉はようやく、 自らの手に実権を得ることができた。テムデルの政敵であったバイジを右上昇に起用すると、テムデルに連なるコンギラト派を粛清して、新政権を樹立し、カーン主導の下で体制の引き締めを開始した。しかし、テムデルの爵位を剥奪してその遺産を没収し、維持も処刑するなど、コンギラト派に対して厳しい弾圧を加えたことから、テムデルの義士である、 女子大部のテクシをはじめとする、コンギラト派の貴族は英荘を恐れるようになった。イタリチ3年旧暦8月、英宗の宮廷が、夏の都の上、都から、冬の都の大都への季節移動の途上、城都南方の南派に滞在していたとき、テクシは、部下のアスト英兵をはじめとする守兵を用いて、英宗の宮廷を襲い、英宗は、バイジュと共に暗殺された。その後、 テクシラは、映像のいとこの神王イエス・ムテムルを、カーンに擁立するが、大帝帝とその副信たちは、テクシラの区靴となることを恐れ、先手を打って、テクシの一等を逮捕、処刑したため、コンギラと派は、結果的に一掃されてしまった。映像の知性は3年と短く、特にダギの守護申請を行ったのはわずか1年に、満たないが、その期間は、 大元政聖国朝天章の反府によって法制度を改め、金軍を強化するなど、帝権の拡大を図った。さらに下挙を継続するなど、人相以来の漢文化の保護が続いたため、漢人の編纂した資料では評価が高い。そのような視点により、英宗暗殺後に即位した大帝帝が元来、モンゴル高原に駐留する皇族であり、その知性では、 過挙実施などの官風政策が交代したため、英相の暗殺は官字派と抗原派による政権争いであったと説明されることもあった。ありがとうございます。